はいどうも、こちは。えずこです。それでは今回なんですけども、aupay イポイント運用利用で最大合計150万ポンタポイント au ポンタポータルの使用変更もということで今回は aupay のポイント運用、そして au のポンタポータルについてですね。この動画では前半に aupay のポイント運用についてのキャンペーンの解説、そしてそれに関連して au のポンタポータルがもしかするとちょっとした改定がされてるっぽいので、その大きく2つに分けてお伝えをします。普段から aupay を利用されてる方や、ポンタポイント ポイントを貯めてる方は必見ですすのでで参考にしていいただけれればなと思いますそれでは行ってみましょうでは前半はですね aupay のポイント運用のキャンペーンについてお伝えできればと思うんですけども kddi は2022年の11月の1日から2023年の1月5日まで aupay のポイント運用にて運用ポイントを追加いただいたお客様に抽選で合計150万ポンタポイントが当たるキャンペーンが開催されるということが11月の1日に発表されました で、今回のキャンペーンでは、抽選で1000名様に500ポンタポイントが還元されて、すでに a u ペイのポイント運用をご利用いただいているお客様も、なんとね、対象と、さらに運用ポイントを初めて追加するお客様にはダブルチャンスとして、抽選で1000名様に1000ポンタポイントが還元されるということでございます。まあ、今回はですね、タイトルというよりはサムネにね、参加すべきというふうに僕載せてるんですけども、そこにはちょっとした理由がありまして、まあ、今回のこのキャンペーンはかなり条件が緩いんですよ。まあ 無理に参加する必要はないんですが、まあ、気軽に参加できそうだな、というふうに個人的に思いました。まあ、このキャンペーン条件のところに、期間中に以下1、2の条件を満たしたお客様のうち、抽選で1000名に500ポインタポイントが還元されるということで、まず一つ目がこちら、キャンペーン期間中に運用ポイントを100ポイント以上追加していることということで、そうなんですよね。100ポイントだけ追加すれば、キャンペーンに参加できるんで、もちろんポイント運用なんで、ポイント自体が下がったりとか、もしくは増えたりっていう場合もあるんですけども、100ポイントであれば、 気軽に参加できるんかなと思います。そして、ポイント付与ができる auid があることということで、まあ、ほとんどの方が持ってると思うんですけども、たったこれだけすることで、もしかすると、まあ、1000名の中のうち当たるかもしれないということですね。まあ、結構狭きもんだと思うんですけどね。で、さらに、キャンペーン期間中に、1から3の条件を全て満たしたお客様のおうち、抽選で1000名に1000ポンタポイントが還元されると。これが先ほどお伝えした、初めて運用ポイントを追加した方、これは過去に利用規約の同意後に一度もポイントを 運用の追加をされなかった方ですねそういった方も含むということですねで期間中に運用ポイントを100ポイント以上追加していることそしてポイント付与ができる auid があるということですねでこれらのキャンペーンについては2023年の2月末頃にもし当たっていれば付与されるということで本当に忘れた頃に付与される感じですよねちなみにですねその au のポイント運用なんですけどもこちらスマホ決済 au Pay のここのポイント運用から入ることができます まこちらはですね、すでにパソコン画面で、僕はすでに aupay のポイント運用に100ポイントが追加している状況でございます。ちなみにですね、これスマートフォンとほぼ同じ画面なんですが、追加する際はこの画面から追加するをクリックして、 追追追加加加加すすすすするるるる際ははこここここのののととととろををを入れててあとはこの追加するをタップして追加するを押せば、まあ、簡単ににキャンンペーンに参加することができます、まあ、僕自身はそんなに投資とか全然詳しくないんですけども、この au ペンのポイント運用なんですが、まあ、どういったものとま連動してるのかということなんですけども、運用ポイントなんですかというふうにヘルプページにちゃんと載っております。au スマートプライム高成長の価格増減に連動して、毎日18時頃に更新されると、ただし土日祝日及びお休みの日は増減します。 またお持ちの運用ポイントはポンタポイントで引き出すことができるということでございますなのでねこの金融商品であるこの au スマートプライムっていうね銘柄おそらくこの銘柄だと思うんですけどもこういった風な動きをしているということでそれによって運用中のポイントが増えたりとか減ったりということでこの au ポイント運用を使うことができるということですねでもしですねこの100ポイント引き出す際なんですけどこの左下の引き出すをですねクリックすると今現在運用中のポイントがゼロになってますなのでまだね先ほど追加した100ポイント ポイントがこの中に反映されてないと思うんですが 引引きき出出すすす際ははこここに100とと入れれて、あとはこの引き出すをククリックすれば、OK、で、す。で、一応ですね、まだ反映されてないという風にお伝えしたんですけども、この運用ポイントに追加したのですが、いつから変動しますかということで、まあ、ここに出てるように、営業日13時まで運用ポイントを追加した場合は、2営業日後の基準価格で運用が開始されると。なので、すぐに運用されるかっていうと、またそうじゃないんですよね。ちょっと時間かかるんですよ。で、さらに、先ほど気軽に引き出すという風にお伝えはしたんですけども、営業日13時までで運用ポイントの引き出しをした場合は、 2営業日後のの基準価格で引き出しし時のポイント数が確定してそのの翌営業日13時以降ににお客様のポンタポイントに反映されるということでそうなんですよ。追加して引き出すまでのサイクルが結構長いんですよね。なので、もし今回のキャンペーンに参加される方は、まあ余裕を持ってまあ参加されるぐらいがちょうどいいと思います。ちょっと100ポイントはきついなっていう方は、そんなに参加するのはお勧めしないんですけども、100ポイントぐらいであればもしかすると条件も達成しそうだから、参加してみようかなっていう方はですね、まあ個人的には結構ありっちゃありなんじゃないかなと思います。 ちなみにですね、抽選系のキャンペーンで僕もなかなか当たったり当たらなかったりすることがあるんですけども、この10月26日、まあ、先日のライブ配信でもちょっとお伝えしたんですが、au 自分銀行のこの公金受取開始記念キャンペーンですね、これにですね、なんと1000ポイント当たってたんですよ。これは確か1万名の中からま、当たったということで、なので抽選系のキャンペーンも捨てたもんじゃないなっていうふうに思いました。結構ね、ライブ配信中も当たったっていう方がいらっしゃったみたいで、なんか僕もすごいそれを聞いて嬉しかったです。で、まあ、ここまでが au ペンのポイント運用のキャンペーンについてなんですけども、今回 au ペンのポイント運用に関連してですね、タイトルの通り、au のポンタポータルにちょっとした改定があるかもということで、ぜひね、そちらも見ていただきたいんですが、au ポンタポータルのサービス覚えてますかねもう動画で2回か3回くらい紹介しているので、詳しくはお伝えしないんですけども、まあ、状況を満たすことによって、こういった au のポンタレベルをね、上げることができます。で、一応今月もですね、先日深夜にま、ツイッターでツイートしたんですけども、おかげさまでね、レベル5に僕なっておりまして、こういったものを達成することによって、このありがとうギフトをやっ たりとか、頑張ったボーナスっていうのをゲットすることができます。ちなみにですね、このありがとうギフトは毎月3日にですね、ク、ま、ジ、あ、を引くことができるんですけども、今出てるような AUPA マーケットのクーポン300円分とか、ブックパスの300円分とか、メニューのクーポンでポンタポイントが当たったり、で激アツをね、ポンタの壁紙がもらえたりっていう感じで、ちょっとしたお得な特典をゲットできます。僕はちなみに今月はですね、メニューのクーポン500円分をゲットすることができました。結構嬉しいですね。でもう一つの頑張ったボーナスについては、今出てるような毎月 AUP のポンタレベルが4と5になると毎月 一家に頑張ったボーナスとして得点を獲得することができるということで僕はですね今回レベル5でしたのでこの au ペンのクーポン200円分をですねゲットすることができましてサクッとお得に使おうかなというふうに思ってるところではありますで今回はその au のポンタポータルについての改定ということなんですがどういったことかというとこのポイント実績グラフを見て僕うんっていうふうに思ったんですよもしかすると僕の勘違いかもしれないんですけどもどういったことかというと僕自身がま毎月ですねどれぐらいのポンタポイントをゲットできているのかっていうのが ですね、分かるるグラフががこここででで、まあ、一覧で確認すすとができます例えば、11月現在であれば、まだ150ポイントしかゲットできてないんですけども、10月だと5218ポイント、9月は3905ポイント、8月は2551ポイント、7月はちょっとバグってて1万ポイントぐらいっていう感じでね。まあ、そんな感じでね、ポイントをゲットしてるんですけども、このポイント内訳のところで、11月じゃなくて、この11月にちょっとフィルターを合わせてですね、まあ、実際何に使ってるのかっていう簡単な内訳が出てきます。例えば、先月の10月であれば、 ペイでまあ二十二ポイントゲットしたりとか、A U Pay カードで二千三百ポイントまあ結構使ってるんですよね。あとは A U サービスでこれはおそらくですね先ほどお伝えした公金受け取りのキャンペーンの分とあと A U 自分銀行の千六百八十ポンタポイントですかねまあそれらも含まれておるかと思います。で九月を見ても、まあ、こんな感じですね A U Pay とか A U p a カードとか A U サービスまあこれは A U 自分銀行ですねわかりやすいですね。で七月の時にですねこの A U サービスの中に七千八百六十三ポイントまあ入って てるんですけども、まあ、先ほどの au 自分銀行の毎月の1680ポンタポイントを除いたとして7863引くことの1680なんで 6183ポイントを別でゲットしてるんですよ。まあ、それが何なのかと言いますと、まあ、こちらはですね、ポイント運用の履歴がですね、出てる画面なんですけども、ここに出てるように、7月21日に1168ポンタポイントを引き出してるんですよ。それが先ほどの6183ポイントの中に入ってると思うんですよね。これはちょっと視聴者さんから教えていただいて、au ペのポイント運用で引き出した分もカウントに入ってましたよって聞いたので、実際にね、試してみたら au ポンタポータルの中の実績グラフに反映がされてたので、これは熱いなと思う ってちょっと久しぶりにですねそれができるかどうか10月検証してみたんですよ実は10月13日に僕4898ポイントを引き出してるんですよ10月13ですねなのでこの10月のところに AU のサービスの中に入ってないのがわかると思うんですよ2697なんで AU 自分銀行の1680ポンタポイントを引いたとしても1017ポイントしかないんですよねそうなんですよ何が言いたいかっていうと結局 AU ペイのポイント運用の引き出した分がなんとね気づいたら AU のポンタポータの 中のカウントに入ってないんですよねまさかね、この部分が改定されてたということで、もしね、僕と同じように、AU のポイント運用の引き出しをして、この AU ポンタポータルのレベル5を狙ってた方は、かなり言う、要注意なんじゃないかなというふうに思いました。まあ、結構ね、この部分はマニアックな部分というよりかは、踏み込んだとこではあったので、どうなるかどうかちょっと僕も、未知なとこではあったんですけども、気づいたらね、まさか改定がされてたということですので、今お伝えした AU ペイのポイント運用に追加して引き出して、AU のポンの ポータルルののレベル上げををしてててた方ははこの部分については気をついい気けてくださいでもしですね、僕と同じように、aupay のポイント運用で追加して引き出して、僕は実績グラフに反映されてましたよとか、私は反映されてませんでしたという方がいらっしゃれば、ぜひね、そちらもコメントで教えていただけると嬉しいです。もしかするとね、僕だけだったらね、それはそれでちょっと悲しいので、まあそういったことについてはコメントで教えてください。 それにしてもちょっと残念ですねではですね今日お伝えしたことをまとめていきましょう AUP のポイント運用合計150万ポイントが当たるキャンペーンなんですけども11月1日から始まりまして来年の1月5日まで開催中でございます期間中に100ポイント以上追加することによって1000名様に 500ポンタポイントが当たるとで今回初めてですね au ペンのポイント運用に追加される方は1000名様に1000ポンタポイントが当たるとでこれらキャンペーンの得点については2023年2月末に得点が還元されまして au ポンタポータルのサービスのポイント運用の引き出しが実績にちょっと外れてるという感じでしたのでおそらく僕の見間違いかなというふうに思ったんですけどももし僕と同じような現象が起きてる方がいらっしゃればねぜひコメントで教えていただければと思いますまあそんなこんなで今回は au ペンのポイント運用そして au ポンターポータルについて簡単ではありましたけども 記載させていただきました。まあ、先ほどの au ポンタポータルについてはこういったのって、やっぱり使って検証してみないとわかんないとこではありますよね。まあ、実際にね。 レベル5まで上げるのに、au カブコム証券のクレカ積み立てと、au 自分銀行の1680ポンタポイントを狙えば、なんちゃかんちゃレベル5には行きれっちゃいけるんですけども、それを利用されてない方からすると、先ほどの方法は僕的には結構熱かったので、正直残念な気持ちなとこではあります。いわゆるサイレント改定みたいな感じですよね。ぜひですね、今回の動画で思ったことがあればですね、ぜひコメント欄で感想を書いていただければと思いますし、参照させていただいたリンクについても概要欄貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃれば、チェックしていただければなと 思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。